本日は視聴者様からのご質問にご返答させていただきます。最初の質問はこちらです。今北加藤さんがテレビに映ってない時のテンションはどんな感じですかというご質問ですが、結論から申し上げて平時の状態でもテンションは高めです。というのも基本的にすごく明るい子でエネルギッシュな女性ですね。で、最初ダンス甲子園がこう盛り上がり始めた時に大阪のダンスチームが何チームか出てきた時に、今北加藤さんのチームとあと鹿島くんのチームが出てきましたよね。それで、まあ、ダンスもそうなんですけれども、お笑いの力といいますか爆発力ですよね。そういったものを引っ提げてブラウン管から登場しましたよね。で、ある撮影日の時に加藤さんは人気が出始めた頃だったので、こういうふうに聞いてみました。加藤さん、お笑いのプロダクションからどこかから声とかかかってないんですか、と私が聞きました。そしたら、まあ加藤さんは謙遜していやいやというような返答をいただきました。私はもうお笑いの世界に入ってプロのお笑い芸人として活動するだろうなと思っておりましたので、それを見越して加藤さんにこのような質問を投げました。で、ダンス甲子園がフェードアウトした後、可能性はあったと思うんですよね。加藤さんがそこかしらのプロダクションに入ってお笑いの彼女の持ってる資質を生かした活動はできたと思うんですよ。タイミングとか運もあったのかもしれませんけど、その後私の記憶も途切れ途切れなんですけれども、今北加藤さんがプロの芸人にはならず、ご自身の培った知名度を生かして活動されていたみたいですね。それから数十年経ってこう SNS が出てきた頃に、ある SNS に今北加藤さんが私に友達申請をくれたんですね。で、その時にそのタイムラインを見させてもらったら、その時の加藤さんはアジア諸国でご自身の持っているお笑いという力、人間力、ボランティアとして尽力されている写真が何枚か写ってましたね。その写真を見て、私は加藤さんが持っているストロングポイント、そういったものを生かして活動されてるんだなと思い、少し安心した気持ちがありました。ですので、冒頭に戻りますが、加藤さんのカメラのテレビに映ってない時のテンションはどうですかということなんですけれども、いつも明るくてエネルギッシュでテンションは高めです。で、瞬間的に何かお題を振られた時とかはあのように炸裂してスパークして周りの人々を楽しませるという、そういった才能を持った女性ですね。以上、私が加藤さんに抱いている人間像になります。続いての質問はこちらです。服部くんについてお話しさせていただきます。
ダンス甲子園を時系列で見てる方はご存知だと思うんですけれども、服部くんが登場したのが今北加藤さんと鹿島くんが出た後なんですね。でよく覚えてるのは、そのオンエアした時にうちの母親がなんか名古屋で面白い子が出てきたよなんていうことを言ってましたね。私も見てみたら、まあメイクしてこうそうなっちゃうっていうそのフレーズを言って、パッと見お笑い路線で行くのかなと軽くジャブを打った印象でしたね。ああいうメイクをしていましたし、ドラッグクイーンなのかそれとも違う路線なのかちょっと分かりませんけど、思いっきりそっちに全振りしてダンス甲子園という番組の中でポジショニングを確立していくのかなと思ってたのですが、割とその本格的にダンスの方でも行きたい、勝負かけるぞっていうのは途中ぐらいから見え隠れし始めて、まああれって思った印象があります。それなぜなら、割と服部くんが出てきた時にはちょっとしたセンセーショナルだったわけですよ。名古屋にも面白い子がいるんだみたいなね。ただその後メロリン級では出てきちゃったんですよね。ストロベリー級ですか。その服部くんとか鹿島くんをちょっと上回るテンションの高い男が出てきちゃったんですよね。それは山本太郎くんなんですよ。その圧をやっぱり服部くんとか鹿島くんとかは感じてましたね、現場で。ただ唯一今北加藤さんだけは女性っていうのもありますし、とびきり加藤さんも負けてませんから、山本太郎くんで、この2枚看板見たくなったんですよ、お笑いが。そしたら服部くんのそのポジショニングが割とぐらついてきてたんですよね。あやふやになったというか、これはあくまで私のその推測。ある意味山本太郎のメロリン級が出てきたことで脅威を感じて、服部くんはお笑い路線で行くんじゃなくてダンスの本格的な方で勝負しようっていう我欲も出てきたんじゃないかなと感じてましたね。ただそうなってくると本当にスキルとテクニック、まあ見た目もそうですけど、そういうシビアな勝負になってくるんで逃げ場がなくなってくるじゃないですか。ですので非常にその競争力のある方、レッドオーシャンの方を服部くんが選んでしまったのかなと思いますね。でこれはたらればですよ。もしですよ、もし服部くんがソロベリー級メロリン級の山本太郎の圧に負けないように自分が奮起して、あのメイクとゲイなのかドラッグクイーンか分かりませんけど、あのキャラクターをもう少し膨らませて演出してキャラクターを際立たせることができれば、ダンス甲子園の中でのお笑いっていうのは、まあ、むしろブルーオーシャンの方なんで、そっちでもっと膨らんでいけたのかなという思いはありますよね、個人的な。ただこれは私は服部くんじゃないんで分かりませんけど、本人がそれを望んでなければ不可能じゃないですか。ですのでもしかしたら服部くんは割と正統派といいますか、そういう路線で勝負したかったのかなと思いますね。
で後日数年後ですね、渋谷の交差点ですれ違ったんですよ、服部くんと。まあ至って服部くんは普通の時の状態っていうのは物静かな男性なんで、いつもああいう風ににやけてるっていう男ではないので、普通に会話してそこはすれ違って別れたんですけれども、ですのでダンス甲子園という小さなコミュニティの中でも、いかに自分がどうやったらポジショニングできるかっていうことが非常に大事だというのを分からせてくれたのがウエストファースト、もしくは個人で言えば服部くんだったのではないかなと思います。以上、個人的な見解になりますが、ご返答とさせていただきます。次の質問はこちらです。山本太郎くんとの個人的な絡みをお伝え願いますということですけれども、まず最初はダンス甲子園の時ですね。最初会った時に私が帽子を山本太郎くんにプレゼントして、太郎くんがそれをもらい、実家で鏡の前で帽子をかぶっていたと太郎くんのお母さんから聞きましたね。この太郎くんのお母様が富裕層に向けてペルシャ絨毯を売ってるって太郎くんに聞きました。私が聞いた時はすごい商売上手なお母さんだなと思いましたね。太郎くんは9で出てきたじゃないですか。でストロベリー9から始まって、最後の江ノ島での山本太郎劇場っていうのがあると思うんですけれども、太郎くんの9の、まあ、限界点が第2回ダンス甲子園の決勝の舞台裏だったのかなと思いますね。なぜなら泣いてましたからね、かなり。ですので自分のやりたい方向性と視聴者さんが求めてる Q というねお笑いっていうのが少し乖離してきたのかなと、そういう時期だったのかなと思いますね、第2回ダンス甲子園の決勝の時は。それで太郎くんは自分で引き際を考えて江ノ島で Q を終わりにさせる、終焉を迎えるというストーリーをご自身で考えたのではないかなと思います。推測です。その後ですね、一緒に代打教師秋葉真剣ですに出るんですけれども、この時太郎くんはものすごい若かったんですね。それで関西の方から一人で東京に出てきて映画の現場に放り込まれると、心細かったと思いますよ。なぜなら破天荒な那須監督という那須組というね中に入り、周りは最初現役のチームの子や現役の暴走族の子、もちろん主演の吉田栄作さんもいましたけれども、そんな中で16歳の太郎くんはどういうふうに立ち回っていったらいいのかと考えたのだと思います。現場では上手に人間関係構築して、処世術も太郎くんは持ってましたから、うまく乗り切ってましたよ。ですので誰かがやっかみや嫉妬で太郎くんに何か嫌がらせをするとか、そういったことは一切なかったです。で映画が終わり、太郎くんもプロダクションに所属するんですね。
で私が所属していたプロダクションとはちょっと違うんですけども、割と意思の疎通ができた会社同士だったんですよ。ですので太郎くんのその仕事の進捗状況とかそういったものもお互い把握してました。そして日本放送の山本くんと田中くんというラジオをやることになったのですが、そこでもしばらくお互いの価値観をラジオでぶつけ合い共演させてもらいました。その後私は芸能プロダクションを退社してニューヨークに行くんですけれども、その後帰国して何十年か経ったんですけれども、ある時ゴールドジム原宿で会ったんですよ、ばったり。私が当時ゴールドジム原宿でストリートダンスのスクールをやってたんですね。そこでスタジオの隣でバイセップスカールやってる一人の男がいたんですよ。ガラス越しに見たら山本太郎くんじゃないですか。でレッスン中だったんですけども、おう太郎って呼びに行ってバイセップスカールやってる太郎くんをそのままスタジオに連れてきて、その受講者の面々に山本太郎ですって言ったんですよ。そしたらまあみんなキョトンとしてましたけどね。でそこで太郎が、いや田中君終わったらお茶でもしましょうよみたいな感じになって、ゴールジム原宿の前にあの千匹屋があるんですよ。そこの喫茶店に行って千匹屋入ったら太郎くんが、いやなんかフルーツとか田中くん買って持ってってくださいよとかって言い始めて、グレープフルーツとかいろいろ注文してくれて、過去にあげた帽子のお返しじゃないとは思うんですけど、フルーツを持たせてくれて、でそこで喫茶店で話しましたね。話の内容はたわいもない話ですけども、覚えてるのは、芸能界ってバーニングの総合さんとかってまだ譲ってんのみたいな話をしたんですよ。そしたら太郎くんが、いやーバーニングの総合さんぐーっと根を下ろしてますよって言ってましたね。そういう会話ですね。それで千尾家の前で別れて、じゃあまたねということで別れたんですよね。まあジムに来て自分の健康面もしっかり管理して、テンションは相変わらず自分でコントロールして、勢いもねある男ですから、今後も山本太郎くんは活躍してくれると思いますよ。ということで山本太郎くんとの個人的な絡みです。いかがだったでしょうか。今回は視聴者様からのご質問にご返答させていただきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。